崩してあげる。少しのラー油を。私が限界を振り絞って作る最後のおつまみ、それはなんでかというと無限しらたきでございます。しらたき料理は結構好きでね、 100g あたりエネルギー5カロリーで、しらたきは、まあ、非常にヘルシーさ、こいつをですね最高のおつまみに私としてはしていきたい。しらたき食べる時って大体すき焼きとか肉じゃがとかだと思うんですけども、しらたき単体で食っても最高に美味しい調理法がありますので、それを紹介していきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ材料説明いきたいと思います。まず白滝でございます。1パック 200g のものを用意してください。はい、明太子ですね。明太子、まあたらこでもまあもちろんいいんですけども、辛みがある明太子の方が僕は合うと思います。1本ね、これ 25g。 あと鰹節大さじ1杯、 1g ぐらいのものですね。きゅうりが半分、1/2。以上の食材でやっていきます。調理は概要、無限白滝ということで、無限白滝を作る上で、ね、何が一番重要かって言ったら、やっぱ無限にテンション上げていくことだと思うので、無限にテンション上げていきます。はい、あー、リュウジインフィニティになったところでインフィニティ料理を作っていきたいと思います。じゃあやっていきたいと思います。まずですね、キュウリを切っていきます。はい、最初キュウリね、キュウリはねこうやって斜めに薄切りしていきましょう。はい、こんな感じね。で、これを横にこうやって千切りしていきます。無限白滝を作る上でキュウリめっちゃ大事なんで、キュウリの香りと食感がすごくこの白滝を無限にしてくれる要素になっております。こんな感じ、千切りしてください。はい、そしたら今度麺の太鼓です。でこいつをまあこういう感じでね、こういう感じでね、こうちょっと出します。こうね、これで全部ね、出ました。そしたら皮の部分はこれどうすると思います？これよいしょ。これで下処理はあれなんですけども、白滝の下処理をしていきます。カメラカモン、エビバリゴー。はい、白滝をざるにあけます。白滝っていうのは今までの調理法だとこれね、みんな下茹でしてるんですよ。結構白滝の匂いするんですよ。これを抜くために、一回下茹でしてこの臭さを抜くっていうのをやってるんですね。なんですけど僕はこの蛇口から出るぬるま湯、蛇口って大体40度ぐらいのお湯出るじゃないですか。でこれで洗えば臭み取れるんですよ。これね、なんでかっていうと昔の白滝はもっと臭かったんですよ。工場の技術が発展してて昔より全然白滝臭くないんですよ。こんにゃくもそう、ぬるま湯で洗うので十分なんです。これ全然匂いしないから。でここで白滝は4等分にします。なんでかっていうと白滝っておつまみで食べるのは長すぎるんです。これぐらいの大きさにする。そうすると箸でつまみやすいし、すごく食べやすくなる。こうしたら大丈夫。はい、じゃあやっていきたいと思います。まず小さいフライパンを熱してください。熱しましたらここにごま油ですね。大体もう大さじ1杯ぐらい。ごま油熱しましたね。熱してくるとこのごま油流動体でサラッとなってくるんで、ここに、はい、ここに白滝入れます。でここにですね、調味料も入れていきたいので、まずお醤油小さじ1と半分で、これね、白滝に下味をつけていくんですね。はい、で、お塩小さじ1、小さじ2です。で、あとちょっと甘みをつけないんで、みりんが小さじ1杯、香りとコクつけないんで酒が大さじ1。ここに味の素1、2、3、4、5、6、今調味料入れましたね。これを全部この白滝に絡めます。で、今白滝からもめっちゃ水分出てます。今汁汁です。で、このまま明太子と和えても味がね、まとまりがなくなっちゃう。水分がなくなるまで炒めますよ、皆さん。あ、結構なくなってきましたね。全く水分がなくなったら、はい、ここでちょっと中火にします。明太子で、かつお節、はい、
で、これ入れたら全部崩しちゃう。で、ここにきゅうりです。きゅうりはこの白滝と合わせるんであれば少しね、火を通した方が非常に具合が良くなるんですよ。一体感が出る。たらこがねバラバラになってないですよ。はい、なんでちょっとヘラでちょっとこのたらこもねちょっと崩してあげる。で、この明太子が粒々が全部絡まってるの終わったらもう完成でございます。皆さん、これどんなおつまみよりうまいよ。本当にこの感じを作るっていうのが非常にうまいと思うんだ。さ、僕はね、あー香りがいいね。やっぱり最後の最後にいりごまをちょっとこうパラ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 で、ここにあ、少しのラー油をちょっと、はい、こちらで無限シャフィー笠野。はい、ということでビール飲みたのの時です。飲みます。あー、これ絶対やるわ。じゃあ、いただき、これさ、なんで居酒屋にお金ねえのかな。これめっちゃ原価安くてめっちゃいいと思うんだけど、うまい。俺的最高つまみ。白滝もめっちゃ味染みてるし、絡まるこのたらことちょっと火の通ったきゅうりのコントラスト最高なの。こんな気の利いたおつまみを出す居酒屋に来て、これ最高マジで。ずっとこれでいい。お通しにしてほしい。油で炒めて調味料味を吸わせた白滝、こいつが白滝と思えないほど戦闘力を持ってる。いや、これはおいでよ酒くずの森です。乾杯。いただきます、うん、これはマジでこれ、うん、うまい。お上品じゃないですか。鰹節が香るから上品。粒々感もいいな、うん、このつまみね、マジどこで出してもめちゃくちゃ評価される、うん、こんなにうまくなるんだっていうのをみんなにね、知ってほしい。白滝って、いや、マジでうまいです、これ。だびっくりです、これだってこの絵と感じる味が全然違うんです。これマジでうまいです、これ。ということで、この無限白滝いかがでしたでしょうか。これはね、副菜にやってもいいし、おつまみにやってもいいの、おつまみの爆発やということで、もうちょっとカメラ止めて、もう俺もう無理だ。嗅いでみる達也、嗅いでみる。野菜だって品種改良されてて、アクなくなってるし、白滝だって臭くなくなってるんですよ。だから、調理法こそ、もうこれから進化しなきゃいけない。昔のやり方が全部正しいって言ってるのって、料理界だけだから。ね。そう。手間をかけることが美徳ではないんですよ。はい。手間をかけることが美徳ではない。だって、今時、洗濯板で洗濯してて偉いなって言われないでしょ。みんな洗濯機使うでしょ。だから料理界もそうでなきゃいけないんですよ。